のプレイヤーは発言してください,ださい7番の侍です。よろしくお願い。まあ、侍ですわ。今回は、あの、村人でも、えっ、ー、と、人狼人営でもなくて、侍なんで、えっと、ビシバシ悪いやつを成敗していくんで、そこだけお願いしますね。まあ、とりあえず僕の役職は侍ってことなんで、まあ、対抗がいれば対抗は釣ってほしいのかなっていうところが現状かな。 ぐらいっすかね。まあ。この村は、まあ、武士が一番ないので、僕が一番ないのかな。はい。ぐらいかな。ちょっと待って。なんかあるかな。まあ僕、武士なんで、ビシバシ切っていくんで、調子乗ったやつはすぐ切ります。以上。8番のプレイヤーは、発言してください。さいはい、おはようございます。特に CO ありません。 まあ7番さんに関してはね、書なんで特に話すことないんでしょうがないかなと思いますけど、もし2周目もそんな感じだったら釣ってもいいのかなって思いました。で、まあ、このレギュレーションなんで、まあ占い師が2枚出た場合って、まあ信用勝負が一番重要になってくると思うんで、まあ新占い師の人は結構その対抗の2戦目をバンバン上げたがる人っているんですけど、そんなことよりもちゃんとグレースさえ押した方が自分は真に見えるんで、 知らなしの人はグレーセンサをしっかりお願いしますでまあ対抗の二戦目に関して村の人が誰も上げてなかった場合は上げてもいいと思いますけどそれよりかはグレーセンサをしっかりお願いしたいと思ってますね知らなしの人はって感じですから、ね、レ例の2枚出た場合は基本的には自釣り切ろうと思ってます以上9番のプレイヤーは発言してください、えー、9番、えー、声で今回はやりちんだよという名前でね <laughs>、えー、この村に 参戦させていただきました。よろしくお願いします。はい。え番、ー、さんからスタートして、え番、ー、さんは侍だと。えー、僕はね、えー、言っちゃいます。僕は侍です。僕はなんで侍かっていうと、<laughs> あの、ワンピースが大好きで、今、ワノ国編、ワの国編が大好きでハマっていて、えっ、ー、とね、髪型をちょんまげにしています。はい。<laughs> という冗談も踏まえながらね、えっ、ー、とね、占い師が出てからじゃないと、正直に、ね、わからない。あの、八番さんの発言だけで白黒をつけることもできないし、え、7番さんが仮にまあ侍って言ってて、侍ってなんだろうって言ったら仮度かな、ぐらいしか思いつかんし、まあ、まあ、c で言うなら7の多めはちょっと今んところ薄めかなって思ってます。個人的には以上。一番。 のプレイヤーはは発言してくださいありませんまあ侍がね2人出てるんでまあ侍一人り,りでいいかなって今日 <laughs> に関しては言ってる思っと思ってるかな。<laughs> うんまあ8番さんが一番まともにやってるけどまあその8番さんが白かどうか黒かどうかは分からんかな。うん 俺が占い師にお願いしたいのは、えっと、白いちと黒いちを、まあ、上げてってほしいかな、ここ白っぽいと思う、ここ黒っぽいと思うっていう発言から、まあ、LINE とか見ていきたいし、うーん、その結果、えー、占ってどうだったのかとか、その辺含めてしっかり精査できればなって思ってるし、で、対抗のことにせよ、そう、あんまり上げるのって八幡さん言ってたけど、いや、俺、それ大事だと思うんだよな、正直。 結構大事だと思うで太鼓が何で見えるか強振で見えるんだったら二六一とかの提示もしっかりしてほしいかなレーナー釣り切ろうと思ってるけど死んで終える場面だったら死んで追ってもいいかなって思ってる決め打ちでね 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,は,ださいはいおはようございます村人陣営でした7から始まって侍さんが7級 9, 9番さんも便乗して侍と。 9番さんはその7に対してローは薄めって言ってたんだよね。うーん。7級で言うとどうなんだろう。9の方が臭いのかなってちょっと思っちゃったかなうん。なんで自分も侍でしょ ?7 番さんも侍だよなんなのってちょっと思っちゃったかな <laughs> 私は例のはイチすればいいなと思っているかな 7から1まで何も出ていない。で、1番さんは、えー、ライン n 精査を、ラインを見たい、白黒上げて、ライン見たいって言ったんだけど、8番さんが一番まともっていう発言、あ、こいなしか、そこはわかりませんでした。あ、1番さん、グレーの中では1が怪しいと思ってる。2周メニュー。3番のプレイヤーは、発言してください。さいはい、3番占い師でした。9番さんがランダムで白結句。9番さんです。よろしくお願いいたします。 そうですね、うーん、一番さんかな、若干気になっているのが一番さんで、えー、と理由なんですが、決め打ち、えっと、例の2枚出た時のお話をされてたと思うんですけど、決め打ちたいっていう発言をしてしまうと、例えば人狼が、えー、発言の強い人狼が、えー、例ので出てきて、決め打ったとき、村は100%負けてしまうんですよ。 だから、釣り切りっていう発言をしていて、2周目に例えば決め打っていくとか、その方が強いと思ってるし、むしろ、盤面には触れないでほしかったかなと思ってますね。それを指摘してない2番さんっていうのも気になってますね。ただ、1番さんで出てた8番さんが一番まともだというのはその通りだと思いますね。7番さんは強靭化狩猟度かなと思ってます。4番。 のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。必要ないです。えー、っと、現状、七九は侍で対抗ですね。で、えー、そ中身を言うと、九番さんの侍の方が偽かなと思っていて、対抗の七番さんを何で見てるのかっていう考察がなかったです。<laughs> そこが9番偽かなと思って、9、ろう目あるなって思いましたね。9の7のろう目がないっていうのは分かりますね。1周目のあの位置で侍仕様っていう夏の恋をしてるんで、ローでそんな行動すんのかなっていうのはあるかなと思。ね3の1への殴りは結構雑だったかなと思いますけどね。そこまで、まあそこまで黒要素って言ってる感じではなかったですけどね。 正直、えー、7から2までって何も役職出てないところで何話しちゃって色落とすの難しいんだから、まああんな感じでいいと思いますけどね。2周目頑張りますよ。以上。5番のプレイヤーは発言してください。はい、例のです。例の、例の、例の。1、1か6番3が出たら、2、1かな。そうですね。まあ今日はサムライローラーということで。えー 9番さんがね、片白なんで、7番さんが釣りましょうかね、今日はね、切腹せよ。いうことでえー、そうっすね。まあ4番さんの3番さんへの込みはまあ良かったかな。まあ、決め打ちって初日行ったところで、ね、狼が変な動きすればそれを見極めればいいだけだし、まあ雑かなって感じだったまあ1日かもしんないけど。かなーえー、2番さんに関してはまあ、 頑張って一人出そうとしたら太鼓侍、太鼓侍,侍怪しくないのって、ねまあ、頑張ってほしいですね。ま,あ、また番目固まってから指示しようと思いまーす。6番のプレイヤーは発言してください。<laughs> <laughs> はい、どうも6番オイれなです。占い師王5番さん白でした。はいえっとね、3番さんの2世様相なんだけど、3番さんってその位置で。 占い師出てきたのにもかかわらず、一番さんのこと雑殴りして、俺一番さんってめちゃくちゃマっとな考察を落としてると思ってて、七番さんのローメラいんじゃないかって、俺も確かにそうだなって思ったんだけど、そこに対して三番さん突っかかってて、あくっせえなと思って、一番さん村かなってちょっと思っちゃってるかな。三番さん俺オカミちょっと見てみますね。はい。うん、なんかね、 その位置で本当の占い師だったらもっとそのねどういう盤面にしたいとか役について触れた方がこの村をどういう風にしていくかっていうのをしっかりと述べた方がいいんじゃないかなってもう黒塗り始めちゃってるじゃん3番さん手札に殴ってどこ釣ろうかなグレーでみたいな感じに考えてるっぽかったからまあ村のみんなも分かってくれるよねって俺は詰将棋みたいにガンガン人狼人外を詰めていきたいから狩人も霊野も出てほしい5番さんは俺は信じてるけど7番 やばい、侍出てるよ、はい。侍ですけど。9番の対抗侍に関しては最初陣外かなと思ったんだけど、<laughs> ワンピースを見読んでるということで、<laughs> まあ白なのかな。勘 <laughs> 十郎じゃないことを祈って一緒にカイドウを倒したいなってところで、僕は1番ついたですかね。はい、2番だけはついたくないかなぐらいです、ね、僕は1番をついたくて、1番っていうのはもう8番の、出ってたからね、8番は。 誰も拾わなかった最高の偽をそ言ってもいいですけど、あんまり言わないでください。8番の思考はそういう意味だからね。1番のなんか、いや、俺は違うと思うよって言ってる1番の一行が僕は納得はいかんかな。あと、侍に喧嘩売ってるから一番取りがくけどね。<laughs> で、まあ、6三の審議に関しては、まあ、若干6番の方が新名高いかな。ぐらい。はい。今日は侍の命により一番死んでください。8番。 2周目の7番さんの発言を聞いて7番さんずれでいいかなって思いましたね。36 <laughs> を振動過程した場合に1番さんって今日の釣り石じゃないなって自分思ってましたけど3番がオミだった場合って霊能が一角するかもしれないのにいきなり相方に釣りをする構図っていうのはあんまり考えられない。ライン切りするにしては早いかなと思ったし。 6番さんが狼だった場合って6番さんって1がめちゃくちゃ白いよねって言って明らかに6番さんって1の票が欲しいような発言をしてたから36が新郎家庭だった場合って1番さんでムラなのかなって思ったし7番さんって1番さん釣りたいんですよねそしたら36の査っで3番さんの方が新名に移らないですか六6番んって1番さんめちゃくちゃ擁護してましたけどって思ったんで7番さん釣りたいかなって思いました以上9番のプレイヤーは発言してください 八番ちゃんはそう来るよね。なんかしんないけどさ、あの、侍なんだけど、あの、なんだろう。侍ローラーの意味が俺にはね、いまいちわからないんだけど、あの、七番は何あの、多分、カリウド的な侍なんだよね。だから俺が言ってんのって、まあ、7番が途中で言ったあの、カイロを倒しに行く侍なんだよね。<laughs> どうしたそれを黒塗り要素にしてるみんな。大丈夫 <laughs> マジウケるなこのままな。おれの黒塗りで必死だったのかなまあ8番はね7番釣るけど7番釣らないでやってよ。ね ?7 番はあれだから。多分あれだな。えー、誰がいいかな、ね、誰がいいかな赤瀬屋の中で言うと京四郎になりきってたやつ。なんだっけなやべここまで出てんだけどな。<laughs> まあいいや。全然わかね、ワンピース。ねまあ、7番はね。だから、あの、村なんだよ。新選組。だから、そこを釣り落ちてる八は、ちょっと俺、狂人臭いかなと思ってる。正直。うん。だから、八強度としたら、占い師進路ね。ええー、3と6。うん。どうだろうな。まあ、3が狼でも、俺、6が狼でも、相方1か2だと思うんだよね。あの、理由なんだけど、 あの3は1叩いて6は1用押してるでしょで6目線っていうのは3がまあ二世なんだからだとしたら叩いてるところって相方の方が叩きやすいから初襲って村人に平トをかけたくないじゃないだからそこの構想は6は違和感はありました一1番のプレイヤーは発言してください,ださい、えー、俺狩り出た方がいい場面だと思うんだけど出ないの、うん、?789 と誰も言ってないけど。<coughs> <coughs> えっと、考察していくね。7級どっちかに狂人がいると思ってて、36に関しては3が真、6が偽かな、6が老かなって思ってる。うんと、理由として6番3って1が白いのは分かった。じゃあ人狼1どこで見てんのっていうのを思ったかな。で、3番3っていうのは、えっと、ちょっと考察に関しては若干おかしいんだけど、えっと、2がまず1叩いてんだよね。7から始まって1の中で、 1>, えー、1が一番怪しいって言ってて、でも3番3は1も2も怪しいって言ってんだよね。1と2って対立軸にならないのかなっていうのは若,若干違和感を感じたけど、でも3番3って怪しい位置が多すぎるんだよ。7、1、2は全部怪しく見てんだよね。狼だったら、なんか、評価集に走ってないんだよな。本当にどこが人狼か探すムーブをしてると思ってるから、3、6に関しては3がシンかなって思ってる。<laughs> で、8ってめちゃくちゃ難しいんだけど、一本指定なんだよね、7を。 ってことはだから8が俺は人狼かん狩りかなって思ってるんだよだから狩りは俺正直出た方がいいと思うんだよな今日狂強詰めに行くなったら 7, 7のがいいと思う7の人狼目ってかなり低いと思うけど、えー、マジで精査する気が多分ないからこの人今日釣るべきかなって思ってるし2の1殴りはまあまあまあいいやうん不当かなって思うけど4の3への指摘はかなりマットだったから4は一番白く見えてるかな現状で言うと <laughs> うんそれぐらいしか落ちんけどまあいっかじゃああーどうしようかな誰も出ないか教授仕事しないね俺狩人です狩人はい狩人です以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してください1番さん狩人 1>, 1が怪しく見えたんだけどな、私は。そっか。じゃあ7球は何なの何なのまあ私は今日は7球で言うと9の方が臭いから9釣りたいかなと思ってるけど。<laughs> マジで ?7 番さんは狂人かなって思っちゃったかな。うん、3が偽、六6が真、うん。6番さんが1が真っ当って言ったんだよね。6に9なって思えばいくないいや難しいな。 一番さんの変だなって思ったところね、初週の。ちょっと声がなくて言えなかったんだけど、白黒あげてって LINE 見たいって言ったんだけど、うん、霊能がもし仮に一角した場合、LINE なんて見えるのって、私は一番さんに違和感を覚えたんだよね、正直言って。だって霊能が一角だったら、狼って LINE 切ってくるでしょ、普通に。まあ、こう言うと繋げてくる狼もいるかもしれないんだけど。私はだから一が怪しかったんだけどな。 うーん、7九か。九は釣れないから,7からかっちゃ、7う <laughs> <は>太鼓いたら太鼓を釣ってください。自分が一番いら白かな。坂本龍馬や、人狼界の。生釣りでいい、9番さんは。あー、難しいね。一番色が見えない。4番さんに行こうかな。1番さんが4番さん白いって言うなら。はい。3番。 のプレイヤーはささん発言してください俺の発言聞いてから出て欲しかったですね。もう8と1が釣り位置じゃないんで、全く。6の発言から1番3の白ってほぼ透けてる発言なんですよ。だから俺の発言聞いてから、むしろ出ないで2ぐっちょぶを狙って欲しかったぐらいですね。8番3の言ってることがまっとうすぎて。で、俺が言おうと思ってたことは7、えっと、仮流だったら出てくれっていう発言なんですね。 えっと、7強を落としても、白結果しか出ない気がしてます。狂人かなと見てる。で、9が狂人の可能性もあるけど、7が村でやってて。占われてるけどね。えっ、ー、と、6番さん人狼で見ていて、1番さんの白結果知ってる発言をしてる点から、狂人というよりも人狼ですね、ほぼ。で、相方は2、4にいるかなと思ってる。4番さんに関しては、えっ、ー、と、3が偽なんですよ。9、9が怪しいってい発言を4番さんしてるんであれば、3が偽じゃないですか。 9番3を人狼で思ったんですよね。4番3ってのは1周目で。であれば、私偽じゃないですか。9を狂人で思ったんですか。狂人とは言ってなかったと思いますよ。怪しい。9が偽。9は狼という発言をしていた点から、3がじゃあ偽じゃないですか。てた私狂人ってことですか。で、2番3が今4行くって言ったのは良かった、最後に。ただ2番3視点って1番3を怪しんでる発言はもういらないです。1番3確定してるんで。かなと思ってて。 6番さんの相方は2回4にいるかなと思ってますね。で、7番さんか、もしかしたらうな占われてる9番さんが強靭の可能性があると思ってます。と思ってます。だから今日は黒を狙いたいんで2回4にいってほしいんですが、これは5番さんが色を見たいところがいいのかなと思ってます。はい。そんなとこです。4番。 のプレイヤーはは,は発言して発言してください、はいいお願いしますか2番も3番も結構把握もすごくないかなって感じはしたんだけど3番は俺が1周目冗談で7級の侍精査で9の方が偽かなみたいなのを、うん、なな何を偽っていう話をしてんのかな3番は。 うん、で、俺が老目って言った、老っていう発言を使ったとすれば、7の老目はないかなって言っただけで、9が老なんて一言も言ってないんだけどな、っていうので、はい、なんかそういうところから、あの、3が芯だった時に芯を追いにくくなるから、把握漏れみたいなのはやめてほしいなって思うんですよね、3が芯だったら。 うんで7の釣り位置じゃないっていうのは、それは3の意見に同意。7は共鳴があるしロ、人狼は確実にないかなってところで、7って確実に占い位置に入るようなムーブーもしているわけで、7の狼はないかなって思ってるから、行くとしたら2、8なんだけど、2かな。最初 9, 9釣りたいみたいなこと言ってたよね。うん 2が一番いらないかなって思うけどね7いや一番いらないって言ったら7なんだけど7つっても白結果しか落ちないと思うから俺は2に行きたいと思ってるなんだ1が4を白く見るから4番さんに行きたいとかいう謎の,謎の釣り位置を言ってるしそもそも俺ってなんか釣れなさそうだけどね2番さんとか3番さん言ってるけど大丈夫なのそれってなんか自分の使命をあの村だったら落としてんじゃないのって思っちゃうけどね うーん3番のハークモレ以外の考察は別に悪くなかったと思うけど7ちる結果しか落ちてないみたいなところは俺と同じだったけどハークモレやめてほしいかなって思いますね。俺2位いきたいと思ってます以上。5番のプレイヤーは発言してください。そうはね3番さんハークモレエストルね。まあ七九 9, 9が黒とかは一言も言ってないですね4番さんは。 で、6に関しても把握漏れしてたかな。えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、1は7への精査が良かったって言ってたけど、多分一1はね、7への精査してなくて、9が7への精査してたと思う、初週は。あそこも把握漏れかな。まあでも、3番さんの言ってた、1の白が見えてるっていう視点はまあ良かったね。まあ、把握漏れあったけど。4番3は今日釣らなくていいかなって感じ。うん、四八、ね、は釣らなくていいかな。 7972かなえっと2番さんに関してはえー、っと9釣りたい7強靭4行こうかなまあ七まあ9うん要は九9釣りたくて結局4行くっていう思考がよくわからんなまあ仮に9釣りたいって思うんだったら6番さんに9番さん占ってもらえばいいし それで完結するんだったら、7番3つって、9番3の色見てもらって、それで終わりじゃん。2番3して。なのになんで4つるいこうかなって視点が出てきたのか、謎。かな山さんの言う通り2、23が4つろうとしてるのはちょっとあまりにも強引すぎるよね。これがどうなるのかわかんないけど。まあ今日は色見たいっつってよりは、まあ、今後いたら困るかなっていう人 ブロックかなって感じ 2, のランでお願いしますねえー、6, 番さんメス6番さんはえっ、ー、と3のこと何で見てるのかっていうのと相方はどこなのかっていうのを教えてください今日は7-2のランで6番のプレイヤーは7で 7, 7なんていかない7なんて行かないもう2で行かない2で行か 絶対7なんていかない。だって結局さ、霊能がいるんだからさ、黒落とした方がいいじゃん。だったら2行こうよ。7なんて絶対黒落ちないから、いらない、いらない。あと一番さ確実に言ってたね。7は白いって。 あの位置で、えっと、狼要素がないって言ってました。だから僕は一番白組みました。っていうか、3番さんって、なんか1の白俺が知ってるとか、なんかわけわかんないこと言ったけど、あんたが勝手に1日目の1周目に、ね、なんか一番さん雑なぐりしてたから、一応ね、いや、白いんじゃないって俺言ってるだけだから、バカじゃねえのって俺は思ったから、うん。で、えっと、2番さんおかしいことがあって、なんか一番さん、 狩人で一してて一,一人しかシードしてないにも関わらず、一番さん怪しいなとかいう視点を持ってるのが意味がわからない。だからもう2いらない。もう2釣る。普通に。うん。いらないで、三番さんでおかしいとこは、えっと、一番さんはなんか、今日の釣りー置じゃないから出なくてよかったな。二グッチョブ欲しかったな,なて、もういらないでしょ、二グッチョブなんて。てか大体、だいたいあなたのね、あの発言の目線がもう狼でしかない。うん。よく考えて、言ってたんだよ。一番さん、今日釣りー置じゃないから、 カリドで出なくてよかったな。ニグッチョブ欲しかったなって。それ何なのそれ。え、じゃあ明日噛まれてたらどうすんの乗っ取られちゃうんだけど。どうすんのそれ。いらなくないそんな、そんなの。って思,思ったかな。真の占い師じゃないよね。3番さんの発言でどう考えても。分かってほしいかな。俺明日噛まれるんじゃないかなって思ってる。3番さんにせすぎて。236679どっちか狂人だと思ってます、僕は。はい。って感じかな。うん。今日2位落とします。で、5番さん。 一万三、1> 1番さんは五番三守りで、五番三二の色見てください。としか言えないかな。二三ローロ、七九、どっちか狂人で置いてます。僕は七を落としません。今日は二行きます。以上です。投票を始めてください。お、二の、これ白知ってるな。七一こうあ,あ、嫌だ。なんで二三ローロで見てて、明日噛まれたら、どうするのって言ってんだ。 7番のプレイヤーが選ばれました7番のプレイヤーは発言してくださいおいおい普通8黒だぜこれはおいおいおいしっかりセンスしろよ5番まだまだだね5番君の実力はまだまだだねもっと頑張れよ感じかな 侍はやっぱ不滅ですよ。かな。まだまだなんだよな、やっぱり5番は。まだまだすぎるな。本当にまだまだだと思うよ。<laughs> まだまだ本当に。名前なんて言うんだっけ先端恐怖症さん。じゃあ許してあげよう。その名前って許してあげよう。まあでも俺は2は釣ってほしくなかったから、2は釣ってほしくなかったから、あれじゃないいいんじゃないはい。僕は、 頑張ってぷいぷいあ、おプとイプイ侍だからあ九番に言っとくと、あれデンジロウねデンジロウそれデンジロウはいぐらい以上夜が来ました目を閉じてください今朝選ばれたのは村人でしたざないここは

チャンネル登録もねよろしくお願いします高評価もよろしくお願いします朝が来ました昨夜死んだのは三神三番四番のプレイヤーは発言してください急クロ あらそう。あらそうそうですか。じゃ、とりあえず6ずりやね。とりあえず6ずりで、えー、っと、3九ローロー。6目線は3九ローロー。で、えぇ、ー、3が真だったときっていうのが、6の相方3はどっかなっていうところだよね。2か8か。 うん。どうだろうね。7番強人だと思うんだけどな、普通に。まあ、7かスムラだった時のケースももちろん考えないといけないんだけど。うん。3が死んだらそれは黒出るよなっていう感じはしちゃうんだけどな。3が地がみする。地がみする ?3。ここで。 で,でだって3級ローローだったらさ3ってまあ9占いに飛ぶのは分かるじゃんで9九郎出るじゃん ?3 が地がみするって考えちゃうけどな普通に三線なんじゃないかな、うん、6の相方って,って考えるとやっぱ二なんじゃね <laughs> やっぱりまあ一応ね発言聞くけど今日はごめんけど6番さんに長くの仕事はっていうかね ただ俺振だ俺三と思うけどね皆さんどう思いますか発言聞いてね。今日はまだ余裕あるからね。明日のこと考えて発言してくださいね。今日6で。いいや62だけはないと思いますよ。6番さんってえっとなんだっけ23ローローで見て7強人で見てたわけでしょ。で 明日俺が噛まれたたらどうするのってて話してたんだよねこうやって矛盾してて2366で見てるんだったら2つってえー、っと2つって黒でしょで6が噛まれたとしてもさもう3が黒で終わりじゃん。なのに、えっと、噛まれた後の懸念をしてたんだよ。ってことは2の白を知ってんだよ。2が釣られたとしてもゲームが、えっと、6が万が一噛まれたとしてもその後さらにゲームは続くことを知ってたんだよ。 っとは2六は多分一番ないでしょ。うん。だからその目線が欲しかったんだよな四4番さんは。そこで安易に2って言っちゃうのもどうなんだろうと思ったなうん今日は6釣りで。うん地う編みの線もわなくていいかなぁ。4番さん言ってたけど。 ローで地がみするメリットはあんまり見えない黒出ること分かってるわけだしね。かなあ、まあ。6番さんの「明日俺噛まれたら2一とあとどうすんの?」っていう発言は発言だったと思うよ完全に。かな。 そうだなぁなんか残してるかなまあじゃあ二郎一をね8番さんと2番さんと9番さんああ、まあ、全員二郎一を上げてください確実に6番のプレイヤーは発言してください,い、ね、5番さんめちゃくちゃハ握グモしてて1番さん2番さんが1番さん狩り言うと3番さんがね 一番さんのこと借りると出なくていいって言ってて、今日一番釣り市じゃないから一番出なくていいって言ってた発言に対して、一番さんが今日釣り市じゃなかったとしても、一番さんが今日の夜釣り市じゃなくて、 2>, 2位落ちて一番が噛まれたら一番さんって狩りうぞい仕しないんだから出た方が絶対ね占い師目線いいでしょっていう話をしただけ俺が噛まれるんじゃないかって話は三が俺の中で似せすぎて村人陣もね多分俺のこと死んだと思ってくれてると思ってたから王が別に噛んでくるんじゃないかなって思って俺死んだらどうすんっていう話をしただけ全然違う履き違えてるよ五番さん なんで、それで二を落としたえ、まあ、落ち着いてもいいんだけど、全然。別に噛まれてもいい。今日はね、三級、うん、ローローはないかなって俺思ってるかな、正直。で、今日7落としたのが一番よ,よくわかんないんだけど。うん。ーーはない7なん落とさなくていいでしょ俺、やっぱ二だと思ってるけどね。うん、三今で置いてます、僕は。はい。三級ローローで三を時間にする必要性ってないと思ってるから。<ー>で、これ三番3芯でお置いてるんだったらもう無理です。勝てないです。はい。うん、無理無理無理。え、あ、俺は落としていいから九絶対落として、明日。 分かった。うん。ってことだけ言っとくかな。吐き違えてんだもん、五番さんが言ってること。ねじ曲げてんだもん。無理よ、こんなん。勝てない、勝てない。把握漏れしてて、自分が把握漏れしてんだもん。そんなこと、俺一言も言ってないからね。俺噛まれるんじゃないかなって言っただけで、噛まれたらどうすんのって一番さんのことね。 カリウドに一番さん噛まれてどうすんのいいんその視点が三番さんの偽なんだってどう考えたって。噛まれてない思います。八番さん。二三、二三を噛ロれと思ってるけど。ま、ね、れてない,いじゃん、うん。俺のラインってどこにあんのよ、<laughs> 本当に。まあいいや。はい、お疲れ様です。八番のプレイヤーは発言してください。さいはい、まあとりあえず七番さんが白結果だったことと、三神から今のところは四六ロロかなって思ってますね。 4 6ーローで思っている理由としては昨日3番さんって、まあ、4番さん5番さん自身も言ってたけど3番さんの4番さんに対する黒塗りって結構めちゃくちゃ不当だったじゃないですかめちゃくちゃ不当だったのに対して4番さんって3番さんの触れ方はその把握漏れは気になるけど3が7はシロップしか出ないっていう視点はめちゃくちゃいいからちょっと分かんないねっていう発言を残してるんだけど、えー、と4番さんが無駄だったらめちゃくちゃ3番さんが偽に見えないかな。 3番さんが人外で自分に黒塗りしてきてるんじゃないか。熱想までして黒塗りしてきてるんじゃないかってもっと憤りを覚えると思ったし、今日の4番さんのあ3の字紙を追えない、じゃあ26ローローかなって言ったけど、26ローローとか一番追えなくて、6番さんって昨日の2番さんめちゃくちゃ入れたがってたし、投票までしてるから、26ローロを追ったところがあんまり村っぽくないなって思いました。あと、昨日6番さんで気になったのが、27のランの時に、 6番3視点だったら7の方が釣りたいんじゃないかなって思うんだけどな。3番3っていうのはどうせ7釣っても白結果しか出ない。だから多分ね、俺の把握もじゃなかったら2番か4番どっちか釣りたいみたいなことを多分3番3って言ってたと思うんですけど、うん、多分ね、4番1本指定だったか忘れたけど多分24どっちか釣りたいみたいなこと言ってたと思うんですよね。4番3の2周目の発言聞いてみたいな感じで。<laughs> そうした場合って6番3って、えー、っとね、3、 な2タグだったら、三番さんの発言から2の方が釣りたいん、あ、え七の方が釣りたいんじゃないかなと思うんですよね。だから4六に見えてます、今のところはね。はい。って感じです。まあ今日は6番さん釣ります。9番のプレイヤーは発言してください。そうですね。8番さんの今の発言が一番しっくりきてるっていうのはありますけど、 ー初日に、あ、八幡さん。なんでやね、うん、ええとね、初日にね、2番を釣れなかったら、俺、相当痛いと思ってる。だって2番って、なんか、いろいろ熱をしてて、なんか、俺が釣り位置になんか7番を上げたとか、俺、1個でも上げてない、7番は釣らなくていいって言ったし、なんか2周目においても、なんかずっと俺釣りたい、俺。なんで俺そんな釣りたいの俺別に、狩獣とようもなんもしてないし、 後々俺に黒塗りするのがきつかったんかなって2番さん自身で思ったんだけど、うーん、だから6人の茶番な気もするんだよな。だから4の言ってることもわかる。ただ8の言ってる意見聞くと、うーん、まあ4番は、うん、黒いのかって考えると俺の考えが間違ってるから2番村うーん。 八八が狼だったらでも、うん、それ、初日に7を、あの感じで釣りに行かれるのかもしれない状況で釣りに行くかな。うん。うん、難しいな。とりあえず今日は6釣るんだけど、かなり難しいですね、正直。かなり。1さ3。 どこだと思いますオオカミは。番僕は一応2級ローロー。うーと、ね、2> 2級ロと <laughs> ここまで聞いて4から9まで、5番さん以外の精査がマジでしっくりこないんだよ。えー、っと4番さんは3級ローローとかいう、なんか3字紙とか折ってるし、で8番さんも64って折ってるでしょ。うん、で9番さんその8がいい。 わかんねえけど、俺は3級新教かなあ、3級じゃねえや、36が新教かなって思って、だってさ、6番さんってさ、5番さんに白でしょ一番いいとこに打ってるよね。本当にランダムで出てるか知らないけど。んで、3番さんが噛まれて、3の白先の9に黒でしょこれって強人がやる行為じゃん、完全に。<laughs> 真の占いだった先の先先に黒移ってめちゃくちゃ強靭のやる行為かなと思ってるからもう6番さん強靭かなって思ってるんだけどでもし逆に6番さんが真だ,だった場合だったら8九牢牢かなって思うんだけどうん6番さんは2九牢って言ってたよねだって9番さんって2に入れてんだよ初日から人狼同士で入れる2七の乱って5番さんが上げてて9番さんは2に行ってんだよ7に行けばよくない普通に。 っていうところから2級も考えづらいうーんだから俺6は強靭で見ててだから9は白で見てるで9は白で見てるっていうことはうーんとうーんと難しいんだけど <laughs> えーっとね4八どっちかは絶対黒だなって思ってるんだよで2番さんはね2番さんとの相方だったら8八番さんの方が濃厚かなって思うんだけど うーん。めちゃくちゃむずいね、これね、マジで。うーん。自分が白ってことしかわからんわ、これ。みんなが黒くて。2、8か。うーん、6番3審なら4、あー、49? あー、4、9? あわかんねえ。6吊るよ。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい。はい。4、6、ローの、私は旧狂人だと思ってる。うーん。それで合ってると思うよ。今日は6吊ります。 9番さんは狂人じゃないかなまあ、7、九どっちかが狂人だとは思ってるけど。9が狂人じゃないなら6に行ってくださいね。はい。まあ、9番さん黒打たれてるんだから6しか行けないと思うけど。私は4番さんだと思ってる。4、8で精査すると8番さんの方が村っぽいかな発言が。私はもう1、8、9は釣らない。4、6しか釣らない。 ちょっとだけ言っとこうかな。で、5番さんさ、えっ、ー、と、誰かの把握もれって言ったけど、4番さんはちゃんと言ってるよ。9番さん偽かなって初週に。で、えっ、ー、と、9番さんがもしあるなら9ローメだよって言ってるよ。私ちゃんとメモってるから。で、3の1への殴りが雑だって言って、4番さんは3番さんの芯を上げたっていうか、もうすり寄ったのかなって思ってるけど、現状は。私はね。 で、1番さんが黒く見えたのは、まあ、狩人だったから仕方ないかなと思ってる。うん。私は4だと思うかな。まあ、写集から私は4が黒いって言ってる。9番さんは興味があると思って、7級の欄にするのであれば、もし1番さんが出てなくてね、7級なら9から釣りたいと思ったかな。で、でも、えっ、ー、と、3番さんが噛まれてることから、相方が3級のローっていうのは4番さん一番ないですよね。はい。私は46だと思ってる。はい。 以上です。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。何言ってか全然分かんない。ドラえもん。六番のプレイヤーが選ばれました。 6番のプレイヤーは発言してください4番さんが狼なのか知んないけどこの村勝てないっすねはい無理無理無理、うん、初日に7落とす時点でセンスないからね無理無理、うん、で俺白結果しか落ちないから勝てない勝てない2路いるって絶対、うん、次石かまれるべ沼なんだよ2番はやっぱ狼じゃないわ、うん、ミスった考察普通に俺のミスでもあるけど やっぱ初日7いっちゃったのがダメだね、うん。7なんて白しか落ちないって分かりきってんのにいっちゃってんだもん、村が。うーん、ちょっときついわ、これは、うんち。ちゃんと投票結果見れば分かったね。2番はオオカミじゃないん、ね、で、絶対。9の相方4、8のどっちかかなって思ってるけど。うーん、ちょっと女たきしちゃったのが、敗因ですね。はい。勝てないっす、これは。うん、人狼さん、ビーガップ。9番さん頑張ってね、オオカミだけど、応援してます。 急にやり始めたしね。夜が来ました。目を閉じてください。経営者。目を開けて。裏付けでした。 で朝が来ました。 昨夜死んだのは5番8番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ今日は2番と4番どっちかに入れるんですけどもえー、っと2番の昨日の891はもう絶対釣らないっていうのは評価一周の可能性もあるけど。 2番さんがあんまり狼っぽくないって思ってるのは初日の2周目の段階で、1番さんが2周目の段階で4番さんは絶対釣りたくないって言ってたんですよね。で、1番さんで最後の最後に狩ウド使用してるじゃないですか。だから、えっと、客観的に見て4番さんで釣れないんですよね、初日。でも2番さんって4番さん釣りたいって言ってて、1番さんをなんか必要に殴ってたんですよね。狩ウド使用してるのに、一角してる狩ウド。<laughs> いや正直ね、村としても全くいらない発言なんですけど、狼っぽくはないなっていうのは思ってるんですよね。だってあのタクって、えー、っと、三路か進路だった場合に、自分が釣られたら相方がもし二番だった場合って、自分釣られた負けの盤面で一番んからのヘイドがあって二番んに一番んが入れたら、ほぼ負け盤面だから、だから四番んかなって思ってます。 1>, 1番さんは6番は強人だと思って言ってるけど6番が強人だったら霊能に白出さないと思いますけどねもっと囲いたいから他のとこ白打つと思ってるから6番さんは進路位置で自分を追ってましたけどねかななんで今んとこ4番さん入れようかなって思ってますね4六に見えてるしね普通にうんって感じですかね あ村目線これで28に見えるかもしれないけど、俺は純粋にそう思ってるって感じですかね。はい。やっぱり4番さんの3番さんに対する触れ方と、あと6番さんの単体の発言は結構偽っぽいと思ってるから、うん、4番さん、46ロードで何とか持ってます。はい、以上。4番さんに今んとか入れようかなと思ってる。9番、うずいな。うーん。 いやー、28もね、なくはないんだよ。2番がね、ほぼほぼ、あの、初日もね、8番にね、あんま触れない感じ ?2 周目とか。あるはあるんだけど、ただね、その、4番が、うん、26で見たんだよね。 その1点だけだな。でも正直発言聞かれたらわかんないな。4が投票後期っていうのもな。これが、強靭なのか強靭アピールしてる狼なのかっていうとこなんじゃないですか。うん、まあ4の人外は硬いかな。でも、うん。まあ4つって終われば、よしとしましょうよ、じゃ1番のプレイヤーは、発言してください。46で追うならさ。 今日28どっちか詰めないって思うけどなぁ。いや俺28にしか正直見えんのよね。28にしかっていうか、うーん、4、4ロか。もう村で弾く位置は9番3って決めたので、うーんと、残り2ウルフいると思ってて、248に。<laughs> で、24っていうのは切れてると思ってる。 4が2にってるところから。で、9にもない。6が死んだとしても。うーん。今日8から詰めないっすか ?8 から。4番さんは多分いけると思うんだよ。4番さんはいけるけど、2番さんが8に行けないっていうなら、やっぱり28疑っちゃうかなって思うかな。2番さんが本当に村で、えー、っと、六46で追うんだったら今日8いけるはずだし。 で俺噛まれるから9番さんが最後の精査して2四決めてくれればいいかなって思ってるかな。6が強陣でも5に白打たないって8番さん言ってたけど俺が強陣でその位置だったら <coughs> 色見せないために結構そこに白打つけどな。囲いに行くよりも囲いに行ってもだってクロス占いされてちゃんちゃんじゃないって思ってるから。 あーだエンドポジっていうのもあって、6番さん結構強人目高いかなって思うんよね。うーん。まあ、2、4の発言聞いてたけど、俺現状8に傾いてるかな。はい。まだ分からんよ。2に行くかもしれんし、もう4で決めるとーってなるかもしれんけど、うん。現状弾いてるのは9番3だけ。だけど、8、9の可能性あるんよね。8、9。6が真の場合、8、9とか全然あるんよね。っては思ってる。<laughs> 2>, 2番。 のプレイヤーは発言してください,ださい6が真の場合、8 9がある。うん、意味がわからないかな。1番さん大丈夫 ?6 の真なんて全然ないんだけど。6番さんって、なんて言ったんだっけなの。た7は絶対に行かないって言ったんだよ。7の白が見えてたんでしょでもまあ3番さんも言ってたよね。で、6番さんっていうのは、あと、 1>, 1は真っ当って言ってたんだよね。その1の白も見えてんだよ。私が叩いてるのにもかかわらず。7から始まって、私が1を叩いてるのにもかかわらず、1は真っ当って言って、で、私釣りでしょ2九ローでしょ二九六。四4番さんは何らかの人害だって絶対思ってるけど、私は。 もし3番さんを狂人で置くなら、49ローなんじゃない ?8 番さんの黒要素がわからない。だって9番さんの今の発言聞いた6人の茶番とか言ってんだよ。こんな人に白弾きして、あとま、任せられるの私は任せられない。私は4から釣ります。申し訳ないですが。はい。4の人外は100硬いと思っているかなはい。終わってから楽しみですね。4番。 のプレイヤーはは発言ししてください、はいいお願いしますなんか村の形勢が一気に逆転して俺がサイクロイチになってるんですけどどうしてこうなったって感じなんですけどね。どこだ俺の黒目。サの触れ方でなんか8番さんにすごい雑なやつ言われたんだけどなんだっけ324が怪しまれてるのに4は憤らなかったのはなんでみたいな感じで。 えと俺そんな生き通らないんですけどね。疑うゲームで他人に疑われましたで。8番さん俺が怪しいって言ったら、この後ぶち切れるんですかね、8番さんは。って感じだったんですけど。 なんで俺がそんな急に形勢逆転したあ、投票ね、ほんとミスりました。あれ、あれでね、俺正直言うとね、急投票しました。急投票。で、俺最近人狼札2の方をよくやってて、2の方はボタンを押すだけで投票できるんですけど、こっち決定を押さないと投票できないんですね。で、それ終わった後に来てください。すみません。えー、でも俺、急投票です。それで考察してください。なんで急いったかって言ったら、6番が、 これ縄足りるんじゃないと思って、えっ、ー、と、9を釣った後に6が色を出させてから6釣りでもいいんじゃないのって思ったんだけど。今日って9釣る進行はないのそもそも。そもそもだけど、ちょっと時間ないな。でね、俺さっきね、1周目のね、あ喋りたいことがあと100秒ぐらい喋りたいんだけど、さっき1周目の1日目の、あ、2日目の位置で3が噛まれて結構、 レギュレーションから外れる盤面になって、えっ、ー、と、6人っつったのは正直適当だった。それは本当に。ただ、進行論の話をまずしたかったのよ。で、今日は6つって、えっ、ー、と、もう一人路を探しましょうよみたいな話をして、まあ、とりあえず6人なんじゃねえのって現状で見てるぐらいの話で、深い考察はなかった。それが黒目っつっては申し訳ない。ちょっと待って、釣り行ってあげれん。やばいやばい,やばい。投票を始めてください。 誰かに色だと思います。九六黒はないですね。もう六は白ですね。四番。のプレイヤーが選ばれました。おお、一陣落としてんのか。四番。 のプレイヤーは,は発言してくださいだから終わんねって言ってるでしょ。アホだな、これ。アホ。ほら、298ね。まあいいや、ちょっと298を弾劾する話を今からしよう。えー、っと、298、298。あーだから一番だけが、1の8っていうのは、8人のどっちかに行きたいっていうのは分からなかったな。 初日で、えっと、7投票に行ってるやつが臭いのよ、そもそも。6番が言ってることは進化にせか知らんけど正しいと思うよ。6番が人狼だったとしても正しいこと言ってると思うよ。初日で7行ってるやつおかしいのよ。7なんか白結果しか出ないから。だから、469は白いってなると、あ、そうか、9白くなるのか。<laughs> めちゃくちゃだな、俺。うーんと、12、2も8もそうか。 ただ二神龍の線はこれで消えたね。PP を消えてないから。ちオオカミ連れてますね。てことで占いが神龍で出てたっていう話だね。あんが地獄してるとも燃えんし。じゃあまあ普通に考えると六二セか六八なんかな。四黒でしょう。じゃあいや俺さっき百秒ぐらい喋りたかったんだけどもっと喋 <laughs> 時間が足りなくて俺が黒目に見られた。そう。 うーんえっと2番ってなんかいや,いやー村っぽいんだけど言ってることめちゃくちゃなんだよね <laughs> 初日から 2>,、えー、2番村っぽいけどン、ね、が LINE がないからね2番っていやー2番ミスると思うよ多分投票2番は自分が人狼だと思った方じゃない方に投票したら勝ってるよ多分以上夜が来ました目を閉じてください 今日いやもうなんか2がもう2を落とすべきやったけどちょっとろくな発言的に2を落とせんかったよな昨夜死んだのはどうだねこれ。 2>, 2番 2> のプレイヤーは発言してください。はい、強、はい、人です。どっちがご主人か私は分かりません。分かりませんよ。はい。8番のプレイヤーは発言してください。2>, さい2番強人ちょっと待って、2番強人の世界ってあんの ?36。36進路で。 えちょっと待って <laughs> まあとりあえずもう2番に入れるしかないんだけどうん2番に入れるしかないよねうわーちょっと待って4番3数絶対終わろうと思ってたからごめんなさい4番3うわーちょっと待って2番強人。<laughs> 6強24ローローなんかな ?6 強24ローローなんかな ?6 強24ローロー。62ローローはちょっと追えないから。やっぱ6番強靭なんかな ?6 が死んだったら、9黒。あー、でもそうね。 9四郎郎だった場合って2番さん釣りをしとけばいいだけだからねうん2番さんに入れます2番さんが強靭ムーブしてるオカミだと思ってますまあ2番さん強靭だったら負けだけどはい9番のプレイヤーは発言してくださいうんまあ突然じゃ2が本当に強靭だったら8がオカミなんだけど8の今の考察の感じを聞いてると狼オカミっぽくないんだよね だとしたら、2番さんが、強人のふりして、8と9で殴らせようとしている動きだとそうすると、6、6ロー2ローはないよね。だって6が最初に2いくっつって、俺も、そもそも2が怪しいと思って2、2村で、最初からめちゃくちゃだった。だ私で勘弁してくれよ。7つってる村がよくわかんないと思って、いまだに。いまだにね、今この現状も。 ただ、二、何ロー、二四ロー。二、六八ローに今日とかないよ。投票を始めてください。 級じゃね、2>, 2番のプレイヤーが選ばれましたやばすぎーやばすぎてくさー 七あかり <noise> オーマイゴッドこれだから純の殺はやめられねえや これはリアル武士でしたね。侍、リアル侍ですね。これね。あちゃー。一番ああそっか。 俺6確実に死んだなって思ってたよ9黒いもんいや俺侍で言うだって <laughs> え7番さんはなぜ仮使用しなかったのまあいいかなーと思ってね最初に言って釣られたら言わなくていいかなーって俺最後まで仮だったじゃんもう笑ってたで 外から,外から俺が一番笑ってて俺「スむラしいをいつすればいいのって思ってた <laughs> いやー先般だごめんなさい八番さん村の皆さんあれ二番さんなんで強靭使用したんですかいや八九が分からなくなっちゃっていや三が噛まれてるから。 いやーと思って、どうしようと思って。よく9番さん3番さん噛んだね。俺噛んでないよ。俺は1を噛もうとしたら3が地がって言い始めたもん。し死の思いだよ。え、そうなの。よく、ね、3級だったらちょっとありえないかなと思って。で、8級で発言最後聞いて決めようと思って。 いややっぱり9がどうしても黒いと思って4の陣外は100固いと思ったんだけどいやごめんなさいもう本当にごめんなさいえもっぺんスムラ「すむらすむら打てばよかったかな」「すむら村だよ」って打てばよかったかな <laughs> 8番で二2番が今日はどっちだと思ってたのいやだから2番が強陣任務世い人狼かなって思っちゃいましたけどね最後の「強人仕様」で。 たぶん2番さん強靭しようしたら8級の色ってわかるけど2番さんがしなければ8番さんは9も多分おったと思いますよ、うん、あーそっかーもうごめんなさいもう2番は悔いやるために初心者からやってこいもうほんとにいやでも2番さんの気持ちもわかるじゃないですかあの、どっちか分からんから見極めるために優し,優しい世界だ三級が追いづらくてよく三番さんか。 多分それが一番勝てるかなと思いましたね6番さんの芯予想もいっぱいあったからそうなんだよやっぱ3のンを追っちゃってる村がもうダメだよ勝てないよいや村さんが宿泊してたからでも発言精査でも3番さん新目取れたと思うからだから3の字紙はちょっと応えんかったな申し訳ないな そうだね。僕は残っててもそんな地がみはなかった。そうなんだよね。そう字がみ強かったと思う。そうじゃなくて、牛バーさんは釣られてるよ。侍ムラ仕様が強いんだよ。さあならば。そうだよ。人狼の時、侍ムラ仕様マジ強いからね。<laughs> そうなのお前は借り出しをしろ。負けねえよ。<laughs> 濁る,濁る、濁る。あんまたまらず初週から俺囲っちゃったもんね。もう囲う予定だったんだよね。あ、ほんとに侍使用しな、しなかったら囲ってなかったんじゃないでも <laughs> そう、私初週は3、4、の9、9かなって思ってたんだよな。あ1つってたんだろわ悔しい。 いや当たってる,当っているけどやいなでも最後ちゃんと負けたらもう当たってても意味がないでも2番さんは1しか叩いてなかった印象だけどだって1番さんはんか変だったんだもんでも変な人が役ってよくあるんだよなごめんなさい1番さん役じゃないからそこらだから <laughs> <laughs> あっ7番さ番 <laughs> 5番さんが狩人度 ?7、7。あ、7番さんが狩人だったの。ね。サムライ7番さんが1の白を見抜いてなければ、あの、出てたと思いますけど、多分見抜いてたから、そのまま死んでた。サムライの狩人です。ここだったら、9の方が嘘臭く,くて9から釣りたかったんだけど、 1>, 1番さんが4番さん白いっていうのがもう一つ意味が分かんなくて1釣ろうかなって思っちゃった。ごめんなさい。え、でも白は合ってたじゃん。あ、白は合ってたね。あ、だめだ。沼だわ、やっぱり。ごめんなさい。いや、2番がいってると俺厳しい。2番残しで進行を俺決めてたし。 まあ、まると思ったんでしょはいち違うよ。2番と一緒にやりたいと思ってる。そのコル以外俺はないから。いやー、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。